にこんな場所も街角観光案内所に。ミュージッククラブアーツベニュー、夕方から深夜まで営業する音楽クラブ。ここはインターナショナルバーなんですから、英語喋りたい日本人たちも結構来るんで、で日本語喋りたい外人さんたちも、でなんか話し話をそれで友達とかになりますから。私はフィリピン出身、はい、で彼はフランス、はい、あのビジネスだけじゃなくて、やっぱりその外国人をあの、まあ、交流する場所としてもバーだけじゃなくて、やっぱり英語を学ぶということも考えてたので、だからすごいいいことだと思います。今後も広島市は街角観光案内所を募集し増やしていく予定です。こういったの施設がたくさんできて、市民の方の方にもですね、外国人をもてなそうっていう気持ちが、どんどん芽生えていったら嬉しいなと。この後は観光客が注目。